皆さんこんばんは。生き物チャンネルの時間です。どうもよろしくお願いします。あれあれ、ダイモンさん、ちょっと声が遠いですよ。どこにいるんですか、ダイモンさん。え、ちょっと自宅にいます。ちょっとね、足を怪我しまして自宅で療養中です。携帯を持っているお兄さんは何ですか。あ、柳本くんです。柳本くん、今日のスペシャルです。はい、ゲストで来ていただきました。よろしくお願いします。はい、ではちょっとこの夜の川に来ましたよ。どんな生き物が取れるのかな。ダイモン先生、ここではどういうのが取れるんですか。そうですね、まあ、あの夜の川ということで、もしかしたらモクズガニとか、それからテナガエビとか、そういったね、甲殻類とか、まあ、それからあの夜間に出る魚類の仲間ですね、魚の仲間が取れたりするかもしれないです。はい、なるほど。うなぎ、すごいですね。楽しみですね。じゃあ早速僕たち頑張って行ってきますね。はい、行ってらっしゃい。気をつけて行ってらっしゃい。ではまた後ほどよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。フィッシュさん、今日は巨大ガニを探すんですか。はい、そうです。最大でどのぐらいの大きさになるんですか。最大でこれぐらいですかね。それは大きいですね。もう化け物じゃないですか。こんな川にそんなカニがいるんですか。いますよ、普通に。なんてこった。じゃあちょっとフィッシュさん、一緒に頑張って探しましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。フィッシュさん、フィッシュさん、ちょっとこんな暗い中入るんですか。流れも結構早いですよ。フィッシュさん、フィッシュさん、ちょっと、大丈夫ですか。そう、黙々と言ってますよ、あの人。すごい怖くないんですね。いや、僕だったらちょっと怖いな、これ。大丈夫ですか、フィッシュさん。でも、フィッシュさんがああやってね、無言で行くってことは、この辺にあるんでしょう。フィッシュさん、この辺いそうですか。あ、うなずきましたね。うなずいたってことはいるってことですね。あ、動き出しましたよ。あ、熟練の手つきですね。あ、何か、あれ、あ、なんかいますよ。あ、もう取れた。え、は、早いですね。もう取れたんですか。おすごいすごいすごい、カニだカニだ。サル君食べなよ。いや、いいよ。ママはちょっと遠慮しとくよ。あ、泡吹いてますよ、フィッシュさん。泡吹いてますよ、このカニ。これは、ちょっと、サル君ちょっと挟まれてみなよ。あ、痛い痛い。いや、早速取りましたね、フィッシュさん。やっぱり端っこの方が多いんですかね。ああ、なるほど、端っこの方が多いんですか。いや、これにしても慣れてますね、フィッシュさんは。もう全く迷うことなく行ってますね。細かいのがたくさんいますね。これは何でしょう。僕たちちょっと詳しくないからわからないな。後で大門先生に聞こう。フィッシュさん、この魚は何という名前かわかりますか。これ、オイカワですね。オイカワ、はい、オイカワ、オイカワ、
食べれるんですか？食べれます。お、これも食べれるのか。よっ。この生き物チャンネルは南河内という、まあ、地域密着型の生き物や自然について紹介しております。地域密着型っていうのは非常に珍しいかなと思いますので、そういう部分についてぜひ気軽に見ていただけるようぜひご登録よろしくお願いいたします。この南河内を中心に地域密着型で動画を投稿しております。みんな見てね、この辺の生き物が詳しく紹介されてるんでね、図鑑もあるよ。南河内に遊びに来てね。大阪だよ。はい、それでは登録よろしくお願いします。お願いします。登録してね。